ただいま紹介ありましたように奈良西ロータリークラブの今年度会長の渡辺巌と申します。よろしくお願いいたします。本日お忙しい中皆さんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この企画は奈良市とスペイントレド市姉妹都市提携50周年を記念いたしまして、そのお祝い記念として、起こした事業であります。奈良地域デザイン研究所のご協力のもと奈良西ロータリークラブが主催して行う事業であります。本日はその第1弾として、奈良トレドの交流の集いという企画を行います。内容は第一部にここにありますけども、スペインの宗教文化と観光、それから第二部は、奈良トレドの交流の集い報告会があります。スペインの宗教文化と観光に関しましては講師として天理大学国際学部山田正信教授にお願いいたしまして、講演していただきます。山田先生よろしくお願いいたします。さてロータリークラブというクラブは地域社会の人々に役立つように、高い倫理観を持った職業人の集まりで、そういった集まった人々が会員が地域社会のためにまた地域の活性化のために社会貢献するクラブであります。今日入り口のパネルにありましたけども、ポリオ撲滅のためのそういった国際方針のにも一役買っております。今後も地域社会のためにそして国際社会のために社会貢献していく所存でございますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。これで挨拶とさせてもらいます。今日はですね、スペインについて、でスペインの文化について、で特に、宗教に関することっていうことで、お話をさせていただきたいというふうに思います。で、マスクを外していいっていうことではあったんですが、念のためやっぱりつけたままでお話しさせてもらった方がいいかと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。で、皆様こちらですね、サンティアゴでコンポステーラっていう、そういう都市の名前、聞かれたことがあるかと思いますが、そちらの、写真でございます。円形でございます。で、本日ですね、ご紹介する写真、そしてビデオ、基本的に、私が、スペインで、撮ってきたもので、ございます。そうじゃない場合はお伝えします。で、今日はですね、このようなことについて、お話ができればなというふうに思うわけです。イベリア半島っていうのはスペイン、ポルトガルがあるところ、あれをイベリア半島っていうんですが、小学生の皆さん覚えておいてね、イベリア半島っていうんだよ。交流の報告という、内容で、お話したいというふうに思います。先ほどからスペインの話はたくさん出てますけど、トレドというのはこの真ん中あたりのこのあたりなんですね。ちょうどど真ん中にあるんです。でそれを見ますと、ベルサイユとか慶州とか西安、トレドですね。で揚州、キャンベラとかね、キャンベラちょっと雰囲気違いますけどね、そういう奈良のような文化的な歴史的なそういう町と友好都市をやっていくと。はい。で私たちはこういうふうに子どもの頃からね、他の国のことを知って、楽しみで知って、やっぱり他の国とは違うところから日本を見るっていうのも大切ですし、で違う国なんだから違って当たり前っていうような考え方ができることができたらね、大きいですけれど、世界平和にも話し合うとか相手のことを思うとかにつながるかなと思って、子どもスペイン講座はこれからも続けていこうと思っています。そして皆さんの中でも、もしお手伝いしてくださる方とかアドバイスがありましたら、ぜひ私たちと一緒に楽しむっていう形でやってほしいと思っています。
ありがとうございます。この企画は先ほど司会の方から紹介ありましたように、奈良市とスペイン豊洲市姉妹都市提携50周年を記念いたしまして、富ヶ岡北中学校教育地域教育協議会共催のもの、奈良地域デザイン研究所協力していただいて、奈良市道会クラブが主催して行う事業であります。本日はその大事なとしまして、スペインの市学ぼうという題に対しまして、プログラムでありますように、スペインの歴史文化を学ぶ、スペインで話しましょう、グループによるスペイン音楽の紹介があります。講師には天理大学国際学部スペイン語専攻の4回生大野真さんをお迎えしています。楽しい時間を過ごせるものと期待しております。さて、ロータリークラブは地域社会の各職域において高い倫理基準を保ちながら職業奉仕を行っております。職業の集まりであります。社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕を通して地域社会、国際社会に貢献する団体です。入り口の方にあるパネルにありますように、ポリを撲滅するのために国際的な奉仕を行っております。今後の地域社会、国際社会のために貢献していきたいと考えていますので、皆様よろしくお願いいたします。それで主催者の挨拶をいたします。どうもありがとうございます。先ほども紹介あった通り、天理大学のスペイン語専攻で勉強しています。出身は東京都の実は奈良市民じゃないんですけども、ちょっと関東弁で申し訳ございません。よく言葉座である通り、スペインに1日しかいないのならトレドに行けという言葉がありますけれども、本当に全てに見る価値があると思うんです。これがここで皆さんお待ちくれるバルセロナにやっとすることができました。今日来られてる前に座れるお子さんもFC バルセロナのユニフォームを着ておられますけども、それだけサッカーの強いチームがあるプロバルセロナですね。バルセロナといえばもう皆さん知ってると思うんですけど、サグラダ・ファミリア、これはすごい有名な建物です。教会ですね。サグラダ・ファミリアって実はまだ完成してないんですよね。100年以上作ってるとっていうのは、アントニオ・ガウディという、建築、このサグラダ・ファミリアを、設計した建築家の方が20世紀の初めに設計したんですけども、100年以上かけてまだ建設中ということです。実は、はい、ではどうぞお願いします。コウムラさんが、好きなスペイン語はどれですか？どうしなかったありがとうございます。スペイン語、好きなスペイン語って聞くと、確かにちょっと全部スペイン語好きなんですけどね、一個あるとちょっとネガティブな言葉になっちゃうんですけど、僕すごい短気なんで、急げって意味でラピドっていうのをよく使ってます。僕車乗るときいつも混んでると、車で一人の時もラピドってずっと一人で言ってますラピドですね、ラピド、急げっていう意味、あんまり使わない方がいいかなと思うんですけど、そういった言葉もございます。メモしてくれてありがとうございます。あんまり友達には言わないといけないありがとうございます。今回スペインに行かれたのは、スペインに行かれたのは初めてですね。初めてですね、はい。その行かれる前と、はい、行かれてから、なんか違いはなんか感じることがありましたか？はい、行く前と行った後のこう変化ですね、これは大きくありました。先ほども申し上げたように、もう性格がオープンになったってことは一つ大きいことなんですけど、僕はスペイン語を学習しに行ったので、一個あったのは、めちゃくちゃスペイン語が早いんだなっていうのは、現地の人のスペイン語が早いんだなっていうのを実感しました。僕はスペイン語検定をスペイン語の民間試験を何回か受けてて、大体合格してきてたので、
いけるだろうと思っていったら、あれ日本語で言うと私は誰々ですみたいなスピードで勉強したんだなと、本当のスペイン語はもう何だらかんだらわからない、スペイン語を喋る人、訛りもきついと。ただ一方でそういう生の言葉を知るっていうことが本当に、勉強する価値があるんだなっていうのを気づいたことが変化ですね。確かにその標準語だけ正確に喋れるのであればそれは AI でも。皆さんこんにちは、奈良西ロータリークラブ会長の渡辺巌です。本日はお忙しい中多数ご参加いただきましてありがとうございます。またご来賓として奈良市より副市長の鈴木千恵様、それから観光経済部長の中西則義様、ロータリークラブを代表して、ロータリー国際大2650地区、ガバナノミニの中本勝様、お忙しい中お送りにしていただきましてありがとうございます。先ほど司会者の方から説明がありましたように、この企画は、奈良市トレド市、姉妹都市提携50周年を記念いたしまして、行われる事業で、二妙公民館と奈良西ロータリークラブが共催して行う事業です。プログラムにありますように、二妙中学出身のプロのバイオリニストの岩屋様をお迎えして、バイオリンの演奏、それから二妙中学校の、吹奏楽部の演奏を予定しています。短い時間でありますけれど、晩秋のこの晴天のもと、楽しいひとときを皆様お過ごしいただければ幸いと存じます。さて、ロータリークラブなんですけども、ロータリークラブは地域社会における各職域の、人間が、高い倫理観を持ちまして、各職業奉仕を行う職業人の集団団体であります。そして各会員全員が地域社会、国際社会において、地域貢献、青少年貢献、国際貢献を行い、国際社会、地域社会に貢献していく団体であります。これからも、こういった地域社会のために皆様のお役に立てるように、努力していくつもりでありますので、よろしくお願いします。ということで、これからこのコンサート始まりますけれども、今日一日が皆様にとってすがすがしいひとときを過ごすことができることを願いまして、主催者の一応開講の挨拶とさせていただきます。今日はどうもよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、根っこれ渡してください。どうぞ。